埼玉高速鉄道2000系の行き先表示器がフルカラー LED 化されました。埼玉高速鉄道は2000系2101編成の行き先表示器をフルカラー LED 化しました。埼玉高速鉄道2000系の行き先表示器のフルカラー LED 化は今回が初となります。2000系は埼玉高速鉄道の開業に備え開業前年の2000年から2001年にかけ 6両編成10本が製造されました。形式称号は2000年度に開業を迎えることなどに由来しています。埼玉高速鉄道2000系の行き先表示器は製造時より全編成が3色 LED となっていました。順次、行き先表示器をフルカラー LED に交換する予定だということです。これで4月1日の KAB ニュースを終わります。